今朝のお,お天気コーナーです。はい、お疲れ様です。さあ <laughs> <laughs> 今日もですね、青空でした東京。日差しがね暖かかったと思います。 今日も東京では気温が上がって4月並みの暖かさ16.7度まで上がりました、うん、今日も暖かかったところ多かったんですが明日はより暖かくなってきそうなんですね、うん、明日の気温を見ていきましょう西日本ではだ大体今日と同じような暖かさなんですが東京今日よりも少し上がって18度そして北日本や北陸でも気温が上がりますりま仙台もそうなんです17度ということで東北などでも暖かくなりそうですね さあそしてですねこのところ暖かい日が続いていますが、うん、これだけ暖かいとですね桜の開花が進むんですよねで全国一番早く東京が開花ということになりそうなんですがその東京のソメイヨシノの標本木今日の様子がこちらなんですあら一輪咲いてました5、6輪咲かないと開花の発表にはならないんですが、うんうん、ああでもなんかもう,咲そ,うそうなんですもうピンクのつぼみがあったんですがこれもうすぐ開くというわけではないんです。 軸が伸びているの分かりますかこのように軸が伸びてきてからまもなく開花ということになるんです。ねですから先ほど集団でこのようにあるものはもうちょっとここから軸が伸びてきてということになるのでそうなんですねただこの暖かさですからもうそろそろ軸も伸びてくるんじゃないかなと。 そうなんです明日にもということになりそうですね、で桜の発表、開花予想を見てみると、東京が一番早くて明日ということになりそうなんです、早い,早いですよねで、その他のところも、来週中というところが各地、多くなりそうですね、でこれ、やはり記録的に早くて、ですね観測史上1位の速さというところも多くなっています。 南東の影響ですねということで、えー、満開も記録的に早くなりそうなんです満開予想を見てみると東京が3月の23日その他のところもですねもう3月中に満開になりそうなんですよね東京などでは3月中に散り始めるということになってきそうですねちょっと季節感が今年は変わってきてしまうかもしれませんでこの先もまあ暖かい傾向は続くんですがただ、えー、一旦寒気が入ってきます それがこちら寒気の予想を見てみると月曜日頃なんですね平地で雪のレベルの、まあ、冬の寒気がですねこのように西日本から入ってきそうなんですで、えー、月曜日の夜になるとこのように東日本にも寒気がそうなんです入ってくるよということでですね気温もやはり下がってきます各地の気温を見てみると このように特に下がりそうなのが日曜日から月曜日にかけて、これ2月並みの寒さということになりそうなんです。まあ東京でも明日は暖かいんですが、明後日土曜日頃からは12度ぐらいということで、ちょっと寒さが一旦戻ってきて、ね、体調崩しやすくなりますね。そうなんですよね。アップダウンがかなり激しくなりますからね。体調管理気をつけてください。